こんばんは。暗いところですいません。私のオタクルームにようこそ。今日はね、猿の惑星についてちょっとね、ビデオソフトを紹介したいと思います。これがまあ、最新作の猿の惑星ですね。現代のテクノロジーを使って、ものすごくね、再現度の高いものになっております。もちろん、題材は1970年当時の猿の惑星なんですけども、あれを現代風にリメイクして、しかも、かつての、ね、作品の続編みたいな仕上がりになってるんですよ。ものすごく複雑にストーリーができていて、しかも複雑なんだけど分かりやすいというね、そんな形ですね。そして猿の惑星、まだありますよ。ここにはグレートウォー、これがね、おそらく全部の中の完結編になるのかな。でも続編が作れるような作りになってますね。で、猿の惑星の近代版の全部が入ってるブルーレイですね。このようにね、6作品あるわけですね。はい。で、これがね、唯一ね、パラレルワールドとも言える劇場版なんですよ。こちらの作品ができる前に、まあ、1回だけリメイクってことで、ストーリーも新たに作ったんですけども、これがね、なかなかヒットしたんですね。ですんで、こちらの方につながったんですけども、このヒット作品、しかし、ちょっとお蔵入りになってます。なぜなら、全体のストーリーにそぐわない、完全なる新作というかね、パラレルワールド編になっちゃってるんですよね。はい。それでね、私の自慢はコレクターズボックスです。これは、私が中学生の頃に見た猿の惑星。古い方ですね。原版の方。これが全て入ってます。多分ね、猿の惑星はフランスでテレビシリーズもできたんですけど、それはどうしても手に入りませんでした。ただ、日本で手に入れられる猿の惑星のシリーズは全て私のこのオタクルームにあるわけですね。日本語版ではね、まずは猿の惑星があるでしょ。属猿の惑星、新猿の惑星、猿の惑星、征服、最後の猿の惑星という形で5作出てたんですね。その後で最近のリメイク版ができたと。で、リメイク版はね、世界中に感染症が広まって、で、人類が弱体化してしまったと。で、そこにその同じウイルスで進化した猿が支配権を持つという形ですよね。ですから今もね、感染症流行ってると思いますけども、感染症によって弱まるものもいれば、逆に強まるものもいるんですよ。さあ皆さん、あなたはどちらですか？現在トヨタは新しい進化を遂げていて、日産とは本当対照的ですよね。私は基本的にトヨタの車、すごく乗っているんですけども、日産の中でもね、ちょっと好きな車種ってのあるんですよ。まあ、セドリック、グロリア、シーマ、あの辺ですけどもね。まさに、景気のいい時に台頭してきた車種があれだと思います。でもその、シーマ現象とも言われるね、そういった高級車両におんぶに抱っこした結果、バブルが崩壊した後、日産は極端に弱くなったんですよね。で、そこに救世主として現れるのがカルロス・ゴーンさんなんですけども、カルロス・ゴーンさんによって日産は危機を脱したわけですよね。でも今、アトム争いでカルロス・ゴーンさんをあのような形にした結果、日産はまたね、倒産の危機に陥ってますね。トヨタはどうでしょうか。社長が先頭に立って自分の姿を晒すことによって、今トヨタは空前絶後の利益を上げてます、このコロナ禍で。で、トヨタ社長のすごいところは、その一族経営の見本みたいなところですよね。通常先制的に一族が経営をずっと継承すると、ボンクラ息子によって悪態化、弱体化するものなんですけども、トヨタ自動車っていうのはもともと旗織りの会社ですからね。旗織りの会社が一念発起して役員の反対を押し切って、車産業に殴り込みをかけたと。そしたら世界一の企業になったわけですよね。現在、世界のトップ30というね、企業のランキングがありますけども、唯一食い込んでるのがトヨタ自動車ですね。で、トヨタ自動車も、これから、新しい決断としてね、また新分野に打って出て、旗織りから車に移行したように、車から今度はね、まあ、人っていうテーマに変わっていたんですよね。コンクリートから人へっていう政策ありましたけども、今まさにテクノロジーから人へになったのかなと思いますね。日産なんていうのは本当にね、大きく引き離してすごいとこ行きますね。まあ、車個体では日産でもいい車結構あるんですけども、グループとしては運営してる母体としては
トヨタは随一かなと思います。もしかしたらトヨタと日産が、まあ、合併するというね、そんな奇跡も起きるかもしれません。さあ、そのコロナ禍でね、危機の時代に弱まるものと強まるがいるわけですよ。危機が訪れて日本中に逆風が吹いた時に、世界中に逆風が吹いた時に、あなたは強化される方なんですか、その荒波によって沈没する方なんですかということですよね。まあ、言うまでもなく、あらゆる状況を考慮して最高の結果を出すのがビジネスであり人生です。これこれがあったからダメでしたというふうに、いくらね言い訳をしても自分の人生は取り戻せません。どんなことがあっても這いつくばっても絶対にたどり着く。結局は強い意志の力が全てを成就させるんじゃないかなと思ってますけどもね。まあ、まさに猿の惑星征服ではないんですけども、自分の人生を支配し征服していかなければ、荒波に揉まれてね沈没するだけなんですよ。その人生はどうにも美化しようがないんですよね。私は思ったことを全部叶えながらこれからも進んでいこうと思いますし、強い意志を持つ者も引き上げていきたいと思います。やっぱりね、背中を押そうと思っても押す本人がやる気がないんじゃどうしようもないですからね。じゃあ今日はそんなとこですかね。はい、じゃあまた映画の紹介させてもらいます。ちなみにこち亀は全巻ありまして、こち亀専用本棚が一つありますね。いろいろと、もうね、作品群。また解説します。